ピーヒョロ一家は、姫木香織による日本の少女漫画、続編である、新、ピーヒョロ一家、ピーヒョロ一家20とシリーズ化された。また、イメージアルバムと OVA が発売されている。本作のメインキャラクターである4兄弟で、その正体は、現世の守護神ピーヒョロ一家の転生体。1987年11月21日に、 ビクターエンタテインメントから発売された原作と同じ名のイメージアルバム。原作者である、姫木香織自らが作詞した曲や、一般公募した曲などファンの要望に応えた、アルバムである。スピリチュアルツアー不思議ボーイ時間の忘れ物カタルシス、踊る夜は、雪迷路 K.I.,R.A.K.I.R.A. パニック俺たちのハービィ、ストリートピーヒョロ、インゲームミュージック霊界のテーマステー K.I. RAKI RA パニック1988年9月1日に現世守護神 P ヒョロ一家のタイトルで OVA 全参観が秋田書店から通信販売でリリースされた1988年7月9日に原作の開幕編 P ヒョロ一家剣山をもとにした OVA シリーズの第1話を小竹シネサロにより劇場公開した OVA エースを狙え、の劇場用編集版とともに、同時上映された。現世守護神 P ヒョロ一家に関するカテゴリー、新、P ヒョロ一家に関するカテゴリー、P ヒョロ一家2 2に関するカテゴリー。ありがとうございます。